カタルベマーケットはですね、まあ、あの基本的には、まあ、障害を持っている方たちが、働いているこのカタルベっていう、まあ、施設の商品を、町民の方たちに、まあ、買っていただきたいっていうような、思いから始まったものです。今回の販売会で出展しているのは、パンと、木工、あと陶芸と、あとサオリ織りっていう織物と、あと森林整備班っていう、作業班がありまして、そこで制作している作品を、出展しています。職員と、利用者さんで一緒に、日々活動に取り組んでいて、まあ、こういうマーケットだったりとか、例えば万竜祭りとかっていったようなお祭りなんかにもこう出店するために、日々商品作りを一緒にやってるっていうような感じです。パンのことで言うと、まあ、食べマルシェなんかにも旭川の出したりもしていて、なんか、売り子なんかをやってたりすると、こうここのパン美味しいよねとかって言ってくれて、こう何個リピーターというか、再度買いに来てくれるっていうような人がなんか増えてきてるのかなっていうような、はい、印象を受けます。もともとのそういうこう工房の商品を売るっていうためには、やっぱりまず知ってもらったりっていうところがすごい大事だなと思っているので、そういう意味では本当にこうだん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 パンだったり木工なんかもそうなんですけど、幅広く知られてきていることで、すごいこうイベント全体にもいい影響が出てるかなっていうふうに、はい、思います。まあ、こういう販売会だったりとか、他のイベントでもそうなんですけど、やっぱり僕らの役割として、こうカタルベっていうものが当麻町の中で、すごくこう大切な存在になっていければなっていうところと、何かこう当麻町の町の人に助けられるっていうような場面がきっと多いかなと思ってるんですけど、逆に僕らが当麻町の何か力になれるっていうようなことに、何かこうつなげていきたいなっていうようなことは、まあ、施設としてもそうですし、自分個人としてもそれはすごい今後大切にしていきたいと思うかなっていう、はい。